はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。グッド、ビトーこと、ビタリー・ウゴルニコフ。この男は、まだね、6にはなってないと思うんですよ。25だと思うんだけど、それで、この体を持っている、とても、大きな、お兄さんでございます。皆さんね、大好き。筋肉の大きい男、将来のミスターオリンピア候補とも呼ばれているビタリー・ウゴルニコフ。彼はまだプロデビューをしておりません。ただ今年プロデビューが決まっております。楽しみだよ、これ。プロデビューってまだどれだけね、世界って広いのって、どれだけ若くしてでかい男存在しちゃってんのっていう、まあその代表格がビタリー・ウゴルニコフになります。ハトクマはニック・ウォーカーをアマチュアの時に見てびっくらこいた。こんな20、あれも4とか5ででかい人いるんだって。何この、え、だってオリンピア選手よりでかいじゃんみたいなさ、そんな選手がいて、今やもうオリンピアトップ3に入るね、人物になりましたが、このグッドビトーもニック・ウォーカーの後をね、こう追っていくというか、もう本当にオリンピアで上位に入るだけの素質を持ってる。とにかくやばいぞって、もう全世界がね、もう話題沸騰。もうドッカンドッカンドッカン、新しいアベンジャーズやるよみたいな。もうそれぐらいドッカンドッカンドッカンなわけですよ。そんなグッドビトー、やらかしちゃいました。これは心配な話。要は、怪我したんですよね。何で怪我をしたかと言いますと、これ先週末にブラジルの大会でゲストポーズを行いました。これもちろんファンを楽しませるために彼はここに行って、その今の体っていうのをね、見せたんですよ。で、本当にこの体の話をしたら、オリンピアの上位選手がピッツバーグプロっていうところで、こうやってね、毎年ゲストポーズを取るんですよ。ここに至って全く引きを取らないっていうか、むしろこのピッツバーグプロにグッドビートを呼んで欲しかった。もうそれぐらいの男なわけですよ。背中もめちゃくちゃ広いし、分厚いし、腕もめっちゃ太いし、この足を見たってさ、めちゃくちゃ太くてまん丸で。ニック・ウォーカーとか、最近で言うとミハル・クリツォみたいに太い。だから、まあなんか背中も広くて腕も太くて足もすごいから、ウエストも相対的に細く見えて、V シェイプっていうかプロポーションもね、こう優れて見えますし、もうこの今飛んだじゃないですか、最後。ここちょっとね、飛び跳ねてるんですよ。で、その後、左側なのかな?そこがちょっとこう、痛そうな感じになってるんですよね。で、本人も、まあ、こう、ファンを盛り上げるために、イエーイみたいな感じで、最後まである程度ポージングはしてくんですけれども、この時から、まあ、痛かった、みたいです。だから最後なんかちょっとこう、あーみたいになってるじゃないですか。で、最終的には、まあ、座って、こう、歩けなくなったみたいで、まあ、車椅子に乗って、まあ、治療に行ったりとか、まあ、検査をね、しに行ったみたいです。で、結果、まあ、膝をね、怪我したということで、まあ、本人自身もしかしたら人体を、怪我してしまってるかもしれないというようなことを言っておりました。ということで、これ非常に心配。本当にだってこんだけの、もう楽しみなさ、才能に恵まれまくってる選手ですよ。これがもうプロデビュー前に、大きくね、怪我をしてしまった。で、唯一の、まあ、救いっていう言い方は良くないかもしれないんですけど、これがまだ9週間前っていうところですね。大会まで2ヶ月以上あるので、そこでの怪我っていうので、まだね、良かったのかなって。これが2週間前とかだったら、プロデビューが伸びてたかもしれない。で、それが伸びると、今年のオリンピアは狙えなくなってる可能性も高いので、でさ、この選手、プロデビューで出たら優勝する可能性もすごい高いと思うんですよ。オリンピアに今出たって、まあ、トップ10はわからないけど、もう絶対サードコールには入ってくる。それだけの人物です。昨年のミハル・クリツォみたいな衝撃を与えると思うし、もしくはニック・ウォーカーがオリンピアデビューした時みたいな衝撃をね、与えてくる可能性、1/12の4分ぐらいあると思う。運っていうのもあると思うんですよ。不運だったみたいなところもあると思ってて、まあ、絶対今日怪我するって言ったら分かんないじゃないですか。今回は怪我しなかったかもしれない。同じことをしても。でも次怪我するかもしれないし、一生怪我しない人もいるかもしれない。ただなんかコメントであったのは、そのボディービルダーは、まあ、こうやって跳躍したりするさ、アスリートではないから、やっぱりその体重も重たいし、で今減量中でカロリーも削ってるじゃないですか。だから体力的にももしかしたら疲れてるかもしれないし、そんな時にこういう膝をドンと着地させて、その瞬間この膝にかかるさ、もう何キロっていうものがかかるのよって感じじゃないですか。なので、まあ、ちょっとね、危険な行為
これはまあ本人も言っていて、無謀なね、ことをしてしまったと、本当に愚かだったというようなことを言っていて、ただ、まあファンのサポートにね、すごく感謝しているということを言っておりました。はい。ということで、なんかちょっと最後ごっちゃになっちゃった気がするんですけど、まとめると、もう世界が超期待している新人ボディービルダー、グッドビトーことビタリー・ウゴルニコフ。今年プロデビューをしてオリンピアを狙っているんですが、そんな彼に不運な、出来事、ゲストポーズ中に飛んでしまったことで膝を怪我、もしかしたら靭帯が切れてるかもしれないということで、少しの間、様子を見ているみたいです。はい、ということで今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。皆様ぜひ彼にご注目、そして彼の感想等ございましたら概要欄、コメント欄、ガイドライン設けてはおりますが、どんどん書いていただければ嬉しいです。またぜひハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックもお忘れなきようお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。